バーレディオザ KTYM 今夜もどうぞよろしくお願いします。お相手はこの方です。はい、この KTYM マネージャーマーベリックキッチン国広です。よろしくお願いします。まあこんばんはって言ったけど、はい、これは夜聞いてるかどうかっていうのはそう分からんけどね。そうでしたね。まあでも大体夜やと思うけどついついちょっと言っちゃいました。9月です。入りましたね。だいぶ涼しく来たね。この会議室もだいぶ過ごしやすいやな、真夏に比べると、うん、はい。そうほいでまあその昨日とかも俺車でちょっと夜こう、はい、ちょっとこう運転してると、うん、月が綺麗でめちゃめちゃ今やっぱ、はい、中秋の名月っていうぐらい月が今めっちゃ綺麗ね。大きいんですか？大きいし、はい、色がすごいこうバチッとくる感じ。あれ、国広さんでもそういうこと思ったりするんですか？思うわ。好きなんか興味ないみたいな。いや、ちょっと、まあ、綺麗やなと思う。ああ、いいですね。まあ、皆さんも月見てね。月見てねって。かわいいですね、なんか。はい、まあ、というわけで。はい。始まりました。まあ、別に話すことは何も別に決めてないんですけど。はいはいはい。なんか、ありますか？まあ、今日はですね、うん、ちょっと最近見たライブについてだったり、今までに思い出に残ってるライブ、ライブの価値観とか、国広さんも音楽に携わって長いじゃないですか。なんで話せていけたらいいなと思ってます。なんかありましたか最近？そうですね、僕はやっぱり近いところで言うと、そのツアーをやってきて見たライブっていうのはどれも印象的でしたし、やっぱアナーキーのライブっていうのがすごいなっていうのが心に残ってますね。はい、パワフルさ、もう先輩にやられたみたいな、はい、元気だな、はい、ありますね。あとはですね、大きいところで言うと僕はですね、ビリー・アイリッシュのライブを行ってきたんですよ、来日公演で。もともと2020年に来る予定だったのがコロナで延期になっちゃいまして、でようやくこの前来日してて。どこでやってんだっけ？あれ有明アリーナですね。有明アリーナって何人ぐらいやと思う？あっこはですね 1.5 万人ぐらいじゃないですかね。まあまあまあでかいとこでね。はい、新しいとこで僕も初めて行ったんですけど、お客さんもちろんパンパンで、いやー、やっとビリー・アイリッシュ見れましたね。はい、本当にいたんだって思いました。ビリー・アイリッシュってさ、何歳だったっけ？20歳です。あ、まだ20歳なんだ。そうなんです。恐ろしいな。だからもうデビューしたのって本当15歳とか14歳とかそのぐらいじゃないですか。ただ光るやん。そうですよね。いやー、ビリーのライブは衝撃でしたね。ビリー・アイリッシュってさ、そのお客さんってさ、男性比ってどれぐらい？男性、女性比ってどれぐらいなの？ですね、やっぱ女性が多いです。へえ、ほぼ女性。何歳ぐらいっていうか、年代的にギャルが多いですね。あ、そうなの？はい、若い女の子がそういう感じか多くて、みんなキャーみたいな大絶叫してるんですよ。やっぱビリーのライブを見て、ビリーの姿を見て、あんまり声出しはダメですみたいなあったんですけど、やっぱそれでもすごかったですね。はい。でも MC でビリーは「日本はやっぱ静かだね」みたいな「緊張するわ」みたいな言ってて、いや海外のライブ見てみたいなって思ったんです。ああ、ビリー・アイリッシュな。いや、まあすごい。なんかレディー・ガガも来てんやったっけ今？はい、そうですね。すごいな、ビリー・アイリッシュも来て。でもビリー・アイリッシュはもう帰ったのか？もう帰ったと思います。アジアのツアーやってたんで。レディー・ガガはドン・キホーテに行ったみたいですね。ああ、なんかワイドショーで見た俺それ。爆買いしてたっつって、自分の財布で爆買いしてた。毎回行くらしいですね、ドンキ。あ、そうなの？はい。あ、まあな、俺何かな、俺まあなんか、いやめっちゃいいライブってそんなないや、はっきり言って、はい、いや普通にこうライブ見て、ああ今日のライブはA ライブやなとかっていうのは全然あるけども、はい、ほんまにそのインパクトがあるというか、印象に残るめっちゃ良かったなっていうライブって限られてると思うんだよな。人生で数えるほどですよね。それ何？なんかある？僕はですね、でもこの前のビリーは絶対入りますし、あとは、2014年だったと思うんですけど、ローリングストーンズ。SixTONES、はい、初めて見に行ったんですけど、それも忘れられないですね。それは東京ドーム、東京ドームでしたね。布袋さんがゲストで出演した時ですね。あとポール・マッカートニー、ああはい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 、うん、やっぱ残ってますね。そうやねんな。だからその印象に残ってるっていうと、俺の場合はまあ俺はもうかなりというか、まあ片山君よりも全然ちょっとこう長生きしてるんで古いんですけど、95年か4年か345ぐらい、93年4年5年ぐらいかな。はい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 。セラピーっていうアイルランドのバンドがいるのね。今もやってんのかなちょっと分からないんだけど、そのセラピーっていうバンドが来日しますと。でまあいわゆる音的にはまあこう何やろな、グランジだから、当時そのグランジブームみたいななって、一応その北アイルランドなんやけど、そのバンドが北アイルランドのグランジバンドとして。まあ細かく言うとグランジではないというか、グランジっぽいんやけど、全然なんかまあ厳密に言うと別にグランジバンドではないんやけども、でも一応その当時グランジブームみたいなのがあって、そのまあグランジブームの中のバンドみたいな感じ、セラピー、セラピーっていうバンドがいて、そのヨーロッパではもうライブやったら何万人とか来るぐらい、その海外ではすごかったの。で俺も当時その CD 買って聴いててめっちゃかっこいいなと思って、ほんでそのバンドが来日すると絶対行くって思うやん。で俺当時大阪住んでたから、今はもうないんやけども心斎橋のクワトロに来たのよ。でもう前売りチケット買って見に行ったの。ほんならな、入り口入るやん。待ってすげえシーンとしてんのよ。あらら、あれ中止やったっけ今日と思って。でもなんかその中止ですっていうのとかもないしさ、こう張り紙もないしさ、あれ今日中止かなと思って、でも「はいどうぞ」って言われてえっと思って入ったら、クワトロに3人ぐらいしかおらへん客。ほんで俺びっくりしてさ、その外国のバンドで俺もそれをね何バンドも結構行ってたけど、そんなその客数のライブなんての初めてでさ、しかも海外じゃさ何万人呼べんねんそのバンド。ほな3人ぐらいでマジかと思って、はい、ほんでオープン時間でちょっと増えて、はい、俺人数数えたけど、はい、10人もいてなかった。いやゾッとします、うん、北アイルランドから来てな。うわほいでそのセラピーが出てきました、はい、でもライブ超かっこいいのよ。めちゃくちゃかっこいい、やぶわと思って、で俺が当時その時22、23の年齢的には、まあこう若いじゃん。だからほんな俺はるばる北アイルランドから日本来てもらって10人もいないとこで、でもライブめっちゃいい。ほんでもうエネルギーすごいのよ。その10人やからってもう全く手抜いてない、もうバキバキだ。で俺これ悪いと思ったからよしダイブしようと思った。17人の中でライブして、じゃあステージ乗って帰ってきても受け止める人おらへんから、まあでも一回ステージ上がって、そこからステージに飛び込もうって思って行こうとしたら、その警備の方がバーッと俺捕まえられて「ちょっと危ないんでやめてください」って「いやいや10人もいないんで危なくないですよ」って言ったんやけど、まあまあでもそれでもまあ一応制止はされたんやけど、でもそのライブはめっちゃ覚えてる。超良かった。やっぱこうバンドマンの音として、そういうライブの時って、パチンなんかやけくそモードになるんですよね。なるよね、絶対これは、もう滑ることができない。そうね。意味を見出したい、もちろん毎回そうなんですけど、ああそうですか。それはすごい印象に残ってるな。なんかたまに来日したバンドでありますよね。あるね、その現象。お客さんがちょっと入らないとかね。確か10年ぐらい前、ニューヨークドールズが来日した時も、おお有名なやつね。なんかですよね、なんかゼップにほんまに数十人っていうかそうぐらいしかおらなかったですね。そう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 、恐ろしいな。いやいや、俺らでもっていうか KTYM でもなかなかね、そういうまあ厳しい状況はまあ正直あるじゃん。でやっぱそこでもうきついのに、ゼップで何千人入るとこで20人とかさ、しかも海外から来てよ、しかもニューヨークドールズよ。日本嫌いになりますよね。なると思う。俺やったら絶対行かへんもん。つい話があった。日本かあれ。ちょっとトラウマがあって。もうノーサンキューや。ほんまにな。いやー、その話聞くだけでもちょっと怖いですね。しびれる。でもほんまにライブやったし、で俺は後からその音楽雑誌、そのセラピーが日本に来たそのライブのそのなんかこう。レポートみたいなのが雑誌に載ったんだけど、それもちゃんと書かれてやったというか、人数少なくてみたいな。でもその後俺はもう終わってすぐ帰っていったんだけど、そのメンバーがファンと来て「よしこれからみんなで打ち上げ行こう」っつって打ち上げ行ってんのよ。俺それ読んでさ「わあ俺も終わったらよかったのに」「ダイブした人です」すごくない？だってほんまに嫌。そのな、どこぞかようわからんバンドとは違うわけですよ、セラピーっていうバンドは。海外っていうか、地元じゃすごいもうモンスターバンドだから、すごいなと思って。だからSNS がない時代のなんか一個、なんかそういうのもあるのかなっていう気は今は思うけどね。だってそこまでの差ってあんまないでしょ。そうですね、情報がやっぱ回らなかったっていうのも原因の一つなんですかね。まあまあというかっていう、まあでもその後もなんかもう一回来たらしいけど、まあそれは言ってないけど、いやでもそれはねめちゃめちゃ印象に残ってるな。僕最近ですね、ボロックスという雑誌でストゥージーズの特集みたいなの書いたんですよ。でストゥージーズ大好きなんですけど、ライブ見たことなくて、でライブの話が書けなかったんですよね。で国枝さんライブ見てます見てますか？その話どうだったんですか？まあその最初に見たのは94年のお前がだから3歳ぐらいのかな。そうですね。時にそれはストゥージーズじゃなくてイギーポップやったの。ソロ、それも心斎橋のクワトロで、それは超良かった。イギーが47歳ぐらいかな当時、今もう73、4ぐらいだけど、もうダイブしまくんのよ。ほいでアンコールも3回4回ぐらいやってて、俺も後半そろそろ終わってくれへんかなって思うぐらいアンコールめっちゃやって、もうでもほんまにもうボリューム満点ので、俺イギーのソロも大好きだから、てか何やったらイギーのソロの方がいい曲あるんちゃうかって思うぐらい好きやから、もうすげえ堪能っていうかもう大満足。その後も一回俺フジロックでイギーのソロも見たけど、ストゥージーズは2000何年かにストゥージーズが再結成してきたのよ。俺はストゥージーズ目当てもあってフジロック見に行った。それがグリーンステージですか？グリーングリーンでもう夜だからヘッドライナーの前ぐらいかな、順番的には。もう俺も楽しみっていうか、ストゥージーズ自体は初めてやったからみんな楽しみにしてたらさ、まあ1曲目照明真っ暗全然そのステージ見えへんのよ。で、まあ1曲目はまあこういうあれなんかなと思って、そうそう演出なんかなと思って、ずっとそれ全然見えへん顔とかで、まあ曲は別に嫌いじゃないんやけど、なんかおもんなかったのよね。全然おもんないなと思って、数日こう自分が想像してたライブではなかったっていうことなんですよね。超大好きやのに、ちょっとあれはまあショックというか、ストゥージーズ、いやまあそれはまあその時のライブがそういうライブで、俺のその状態もあったからそう思ったから、また違う時にねこう見るとまた違うんやろうけど、そうそれはなんかあんまり良くなかった。もう全然イギーポップのソロの方がのライブの方が全然100倍以上いいライブやなっていう印象だから、そういうのもあったりとかするけど、その逆もあったりするじゃん。あんまり期待しなくても、うん、すげえよかったみたいな。そうそう、はいはいはい。それの方が、はい、そのバンドの株ってこう上がるよね。なんかそうっすね。うん、うん、その自分の中のハードルを超えてきたっていうか、うん、そうですね。うん、うん、なんかそうそう、そういうのがある。だからその全然期待してなくて音源も聞いたけど、あんまりあんままあもう一つかなと思ってたけど、ライブ見たらめっちゃよくって、でまたその後その音源をこう聞き直すと、前とちょっとこの印象変わって聞こえたりとか。でもその逆に音源めちゃくちゃよくて、でライブ見るとあんまりやったら、そのいいと思ってた音源がちょっと面白くなくなったりとかってなったりとかするから。だからやっぱしまあ、そう音楽やってる人、まあその携帯にもよるとは思うけど、はい、やっぱしだからライブやんだと思うよ。まあそうですね、うん、うん、やっぱりなんか、いや当然ね、こういい曲、うん、これはもうほらもう大前提じゃん。だけどライブによっちゃ、うん、その印象も変わっちゃうっていうか、うん、だからライブっていうのはめちゃめちゃ大事やな。まあ一番その魅力を伝えやすいというか、うん、生なんで表情が見えたり、うん、歌い方、声、動き一つとってもやっぱり伝えやすいですよね。なんでライブが一番お客さんと近くなれるかなっていう感じがしますね。そうね、アクションを起こしたらすぐやっぱリアクション返ってくるし、そういう面白さはありますね。そうね、はい、俺ストゥージーズで言ったら、映画、引力魔人っていうライブ映画あったじゃないですか。あれを映画館に見に行った時はすごく良かったですね。引力魔人って、はい、あれじゃないやんな。あれはまた別か。はいはい、引力魔人。ローパワーのアルバムを全曲やるっていう。はい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 。もうめちゃくちゃ盛り上がって、でなんかこう全部日本語の字幕が入ってたんですよ。はい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 。なんで息が合うとか言ってもそれが合うとか言っててなんだこの映画みたいなあれでもライブ見に行ったぐらい良かったですね。なんかはい、そうね。いや、イギー・ポップはかっこいいと思いますね。うん、そうほんまに。だからそうね、あと何かあったかな。まあ日本農園とかね。日本農園は別にめちゃめちゃまあいつもライブかっこよかったけど、やっぱあれ何年かな、2007年とかの新大久保、アースダムのワンマンのやつ、お前に今の映像を見ただけだけど、あれはめちゃめちゃ良かった。羨ましい。あれはかっこよかったね、めちゃめちゃ。あれもすげえ印象に残ってる。ああ、でも俺も地元の大分のライブハウスにツアーで日本農園来た時はすごい覚えてますね。なんだこの人たちはっていう、めっちゃ怖いみたいな、怖い人たちがいる。かっこいいんだよね。かっこよかったですね。もうシンプルに。はい。そうそうそう。だからまあやっぱそういうライブで持っていけるバンドというか。そうですね。うん。やっぱでもなかなか難しいよな、その印象に残るライブっていうのはね。それでいうとさっき言ったそのビリー・アイリッシュっていうのが僕の中で結構一つ価値観が変わったんですよね。それなんでかっていうと、今までやっぱりライブって足し算の時代だったなと思うんですよ。僕が好きだったそのストーンズだったりポール・マッカートニーって足して足して足して豪華な音で豪華なステージでっていうライブだったんですけど、ビリー・アイリッシュは引き算してて、もうステージにも何もない、マニピュレーターのお兄ちゃんとドラムが一つだけ置いてあって VJ で、めちゃくちゃシンプルだったんですね。音もシンプル、こんなアプローチの仕方してくるかと思って、ちょっと時代が変わったなっていうのを、まあもうリラッシュ出てきた時からそういう流れになったんで、今じゃ遅いのかもしれないんですけど、なんかその Z 世代のやり方というか、自分の中でもいろいろ価値観変わりましたね。はい、が衝撃でした。まあなあ、そこまででかい。でもまあそういうライブ見れるのはまあいいよね。でもそうですね、あれは一生忘れないですね。俺クリトリクリスはそういう意味じゃん、俺の中のビリー・アイリッシュ的な価値観変えられる杉浦さんですねあ、価値観がそういうやり方もあるんやなってもう KTI はですね、最終的なところはクリスマスですからね。 TR よく言ってるもん。パンツ一丁でやるやつ。それが最終形態だから。はい。まあまあお楽しみにという。お楽しみじゃないですか。でまあそんなね我々もまあ今月はちょっと1本だけライブありますけれども、はい。それはいつでしょうか。9月14日ですね、下北沢のクラブ Q に行って、首振りドールズとツーマンです、うん、はい、これはまあなかなかね面白いツーマンになると思うんで、そうですね、うん、はい、バチバチにいきたいなと、うん、ぜひぜひ皆さん来ていただければ、はい、はい、それではこんな感じですか。それではありがとうございました。お相手はKTIの片見力とKTY マネージャーマーベリックキッチン国広でした。